トップスがマルファで買った白のデニムのやつ、コートがドリス版のってるやつです。でパンツはドリス版のってるので、こういうピンクのジャガードみたいな生地のやつで、バッグがヴィンテージっぽい感じのサンローランの昔の形のやつを持ってきます。ただいま、入ってきました。結局ドリス版のって言ったんですけど、私が欲しかったシャツだけあったんですが、なんかちょっとカジュアルすぎて、なんか自分が探してた印象と違ったので、結局ドリス版のっていうのを買うと思いました。ちなみに探してたのは、写真出るかな、なんかこういう感じのやつだったんですが、ちょっとイメージと違うのでやめました。で、結局買って帰ってきたものが全部ドリンク類で1個目がこれ、シンプリスクレンズジュース、いわゆる酵素ドリンクみたいなやつを買ってきました。来週ファスティングをしようかなと思ってるので、それ用の酵素ドリンクを伊勢丹で買ってきました。伊勢丹のなんか地下2階にこういうインナービューティー系の商品を使っているブースがあって、そこで買えます。あとなんか気になって、なんか海外ではすごくオーツミルク、これが有名らしくて、チョコレート味と普通のプレーンのやつを買ってきてみました。オーツミルクにしては、まあ、栄養成分いい方なんじゃないかなと思って買ってきてみたので、試しで飲んでみます。以上、今日の購入品です。ということで中目黒に着いたので、線路沿いを歩いてお寿司屋さんに向かっていきます。今日あったかいね。昨日めちゃくちゃ雪が降ってて、すっごく寒くて家で凍えてたんですけど、今日あったかくてよかった。マザー牧場犬の散歩場、最後です。毎日朝来たら、まあ、そうだ。
こ行こうかな。私よかったね。お昼ご飯、なんかプロテインがいっぱい入っているパンにアボガドをすりつぶしてマヨネーズとかなんかいろいろ入れて小豆漬けしたやつを乗っけてオーブンに入れて卵焼きとチーズですね。ちなみに私はこのトリュフ塩をかけて食べるのが美味しかった。いただきます。おはようございます。これからサウナに行くのでお化粧ほぼほぼしてなくて、しかもここしか顔出てないからすごい不思議みたいなんですけど、友達とサウナに行くんですけど、その前に本屋によってちょっと久しぶりになんか読みたい本でも探そうかなと思うので、ちょっと待ち合わせよりも早めに渋谷に向かいます。乾杯。あ、美味しい。
しい。めちゃめちゃすっきりだ。でもさ、ちょっと樽っぽさない？うまい、おいしいじゃん。今日の夜はこのヤンチショルトの図版を読んでゆっくりします。昔ニューヨークに住んでた時にジューイシュ美術館っていうユダヤ系の美術館があって、そこでこのヤンチショルトっていうデザイナーので仲良くあって、そこで買った図版なんですけど、当時のポスターとかを作ったデザイナーで、この人のデザインがすごく好きなので、ちょっとこれを久しぶりに見てみようかなって思って引っ張り出してきました。こういう感じの、私アシンメトリーなデザインがすごく好きなんですけど、そういうデザインをすごくするデザイナーだと思う。これとかだって文字しかないのにこんなに遊びがあって見たことないような配置が作れるデザインになってるってすごいなって思って。